過程でいろんな問題が起こる、それを最後の工程で、この組み立ての工程ですね、そこで解決できると思う、それが自負できると思う、それが一番できると思う。お客からよくやってもらった、はい、言って褒められること、はい、それから自分ができないと思って取り組んだけど、はい、完全にできたというのが喜びだと思います。コンプレッサーとかタービンというのはまだまだ世界に向けては3位ぐらいのところにあるんですけど、私あと10年ほどあるんですけどね、できたらその世界ナンバーワン、それを目指したいと思います。